い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。実はチャンネル登録者様数がですね、ついに1万5000人を突破ということで、本当にいつもありがとうございます。もう今回はそれを記念してというわけでもないんですが、新しいゲームポケット戦国、こちらの方をプレイしていきたいと思っています。でポケット戦国、こちらはですね iPhone 向けのアプリになっていて、今回僕はですね iPad の方でプレイをしていきたいと思います。で名前の通り戦国時代をテーマにしたゲームになっているんですが、内容はですねシミュレーションゲームになっています。まあ、信長の野望ライクなシミュレーションゲームになっているんですけども、合戦シーンがですねロマサガ3のマスコンバットに少し似た感じで、かなり僕のツボになってます。なのでぜひぜひ皆さんにもプレイしていただきたいなと思うんですが、こちらはですね、まあ、最近多い課金系のアプリではなく売り切りのアプリになってますんで、まあ、その辺もがっつりのめり込める要素に、ポイントになるんじゃないかなというふうに思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。でシナリオは2つ用意されていてですね、1560年桶狭間の戦いと1570年信長包囲網の2つになっています。で今回は桶狭間の戦いを選択していきます。でシナリオが簡単に出てますね、日本全土を吹き荒れた応仁の乱により室町幕府の権威は完全に失墜、時代は力ある者が各地を支配する戦国時代へと移り変わっていた。戦国最強軍団を率いる武田信玄、毘沙門天の化身上杉謙信、関東の支配者北条氏康、希代の豪将毛利元就ということで、ついに街道一の弓取り義元が上洛するべく2万5000の大軍で進撃を開始と、その前に立ちふさがったのは尾張の正代名若き信長だったというのがシナリオの概要になっています。でこちらはですね選べる大名家かなり多くあるんですが、今回は、まあ、この中から信長を選んでいきましょう。人間50年下天の内を比べれば夢幻のごとくなりということで、まあ、これは信長が本能寺の変で倒れる時にね、言った内容だったんじゃないかなと思うんですが、今回はこの信長でプレイをしていきましょう。でリアルタイム制なのでもうすでに進んでいます。ちょっと今ね自動セーブが入っちゃいましたが、ここで井伊直盛、義元様我が今川家は駿河遠江三河を制圧、天下一の強国となりましたぞということで、こちらが義元ですね、出陣者ということで、尾張へ進攻してくる義ということになります。で今清洲城を選択したんですが、手持ちの城がもうすでに尾張を完全に支配下に置いているのでいくつかあります。諸畑城に末森城、鳴海城っていう形でいくつかねもうすでに城を持っている状態なんですが、この中で清洲城を選ぶとですね、今画面を見ていくといくつか情報が出ていると思います。国高、商業、人口、さらに民中、治安、徴兵かっていうところと、あとは、まあ、足軽道場に奉行所、さらに空き地が2つっていう形でね、出てると思うんですが、これ実はですねヘルプ機能もかなり充実してまして、ヘルプを押すとですね結構細かくいろんな情報が出てきます。で清洲城の兵室っていうのが出てると思うんですけど、これ実は地方ごとにいろいろ変わってくるようですね。で尾張は残念ながら兵質は低いんですが、逆に三河に行くと兵質が高い、で兵質が高いと強いということなんですよね。なのでヘルプもかなり充実しているので、初めてプレイする上でもヘルプを見ながらしっかり内容を理解しながらプレイができるんじゃないかなというふうに思います。で民中が下がると一騎が発生しますよ、特に10以下になると一騎が発生する可能性が出てくるということで、この辺りの注意事項もしっかり触れられているので、この辺をしっかり読み込めばですねかなり快適にプレイができるんじゃないかなというふうに思います。で徴兵可能数なんですが、これはですねこの後合戦が始まったらもう少し詳しくお話ししたいと思うんですけども、まあ、信長の野望みたいに、まあ、1人の武将で何万っていう軍勢を率いることができなくてですね、1武将あたり
必ず1000人までということになってます。なので、信長であろうが秀吉であろうが誰であろうが必ず引き入れる兵数は1000までになってます。で、一度に出陣できる武将の数は12人までになるので、 12×1000 で最大の出陣兵数が1万2000になっていて、合戦で減っていくとこの徴兵可能数の中から兵を補充していくというシステムになっています。で、表情を見ていくとですね、ここもヘルプを見ながらねちょっと見ていきたいと思うんですが、まず神殿開発、これはもうそのままですね、石高を増やしますと。で、商業投資に関しては、まあ、これもそのままですね、収入を増やします。で、城の強化、これもそのままですが、防御を上げて軍事訓練が先ほど話した兵質を上げることができる、まあ、いずれもお金がかかります、当然ですが。で、建設で施しは民中を上げられます。で、民中が下がっていくと一揆が発生するので、まあ、民中もね注意が必要な項目ということになるかなと思います。で、人材登用は浪人を士官させるっていうところになりますね。で、あとは調略だったり政策だったり、あと親善で、他の大名家との友好度を上げていくと。で、友好度が上がってくれば最終的には同盟が結べるようになりますというところですね。あとですね、このポケット戦国、かなり資金お金のやりくりがシビアになっていて、かなりお金に苦労する印象があります、ロケハンをプレイした感じで。この資金要請は他の大名家にお金を、まあ、せびりに行くというところですね。で、兵士の要請は逆に兵を分けてくれと。で、出兵依頼はそのままですが、援軍ですね。で、停戦というのは開戦状態を通常の状態に戻しますと。で、威圧っていうのはですね、まあ、完全に自分の配下に加えるということで、配下に加えたところに関しては転封させたりすることもできるっていうことで、まあ、威圧はね積極的に使っていければいいかなと思っています。で、あとは手切れ降伏等々があるんですが、今回はとりあえず神殿開発を入れていきましょう。で、各武将には当然ですがパラメータが用意されています。で、政治、軍、あと大名以外には忠誠というところになりますね。で、当然政治力の高い、武将に内政はやらせた方がいいので、まあ、今回はですねこの中から丹羽長秀、ここに神殿開発1000投資させましょう。場所は清洲城にします。で、あと商業もね上げておきたいので、商業はそうだな、秀吉はちょっと都用で使いたいので、常ちゃんにしましょう。常置き、これも清洲城で行わせます。あとですね、せっかくなんで人材登用で、ちょっと見ていきたいんですが、これ誰をその人材登用の浪人のところに訪問させるかで結構成功の可否が変わってくる印象がありました。で、今選んでいるのが後の秀吉、木下藤吉郎なんですが、例えばこの秀吉を選んでですね、まだいないかな、あ、いたいた、木下小一郎っていうのがね今ここにいると思うんですけど、これは秀吉の弟、まあ、腹違いの弟だったんじゃないかと言われてるんですが、後の秀長ですね。この秀長なんかはですね、他の武将が訪問しても、僕のやった感じだと100発100中、まあ、100回もやってないんですけどね、東洋に失敗したんですけど、秀吉を生かせると成功するんですね。なのでここは秀吉に行かせましょう。で、基本的にはリアルタイムに進んでいきます。で、マップもですね、まあ拡大縮小ができるというところですね。で、秀吉が秀長小一郎のところに行きました。おお、兄者、ちょっと畑仕事が忙しいのだわということでね、まあ、ここは百姓の出らしい会話が展開されています。
あこれで小一郎が織田家の家臣に入りましたね。で他のですね大名家の動きも実は手に取るように分かるんですね。今ちょうど義元の大軍が尾張に向かって進行してきている様子が画面上にも見て取れるかなと思うんですが、鳴海城に義元の大軍が入ってきましたね。勝家です殿、義元の軍勢が尾張に乱入しましたということで、ここで桶狭間の戦いのイベントを発生させましょう。で、実は兵を出すにも当然お金がかかるので、今回のですね桶狭間の戦いのイベントを出すだけであれば信長だけを動かすだけで済むので、信長を鳴海城に派遣しましょう。殿、義元は桶狭間にて休息を取っているようです。雨も降ってきた、ここは奇襲するべきかということで奇襲をかけていきましょう。これでイベントなので実際の合戦を起きずにもう流れていきます。でこれで義元も討ち取るというイベントになります。天下一の大軍勢を持つ義元が尾張の小大名信長に討ち取られたことは瞬く間に知れ渡り、全国の大名たちを震撼させた。今戦国の世はなんかちょっと今なまっちゃいましたけど、今戦国の世は混迷の時を抜けて新たな時代を迎えようとしていたということになります。で、早速なんですが信長は戻しましょう。清須に戻します。でこのままですね、実は義元亡き今川家から家康が独立するイベントとかももう自動で始まっていきますので、そちらの方はもうその流れに任せてですね、今回はこのまま表情を一回開いて、商業投資を一回入れてですね、その流れのまま合戦に持ち込みたいんですが、12人の武将全部投入したいので一旦ここは内政は先送りにして出陣させていきましょう。で出陣は移動コマンドになります。移動で敵の、城、自分の城以外の城を選択すればそれが出陣になります。では今回美濃攻めですね、美濃の加納城を攻めましょう。まあ、いきなり美濃攻めになります。まあ、東の三河は、家康の領地になりますので、酒井忠次ですね、元康様、元康というのは後の家康です。義元殿が桶狭間で戦死したようです。今川の重臣たちもほとんどが討ち死にしたとのよし。何それは誠かということで、これで、家康の独立がなりましたというところになります。でですね、今ちょっと一旦止めますが、加納城を攻めているこの下に121って出てると思うんですけど、これが城の耐久度になっています。でその下に米のマークが出てると思うんですけど、これが今兵糧攻めをしていますというマークで、クリックしてですねこれを力攻めに変えることができます。で今回は力攻めに変えます。で城攻めに関しては基本的にはもうこのマップのまま進んでいきます。で、敵が城から撃って出てきたりですね、他の城から敵が出てきたりすると開戦になります。ちょうど出てきましたね、稲葉山から敵の増援が出てきました。信長軍1万、
斉藤義達軍9戦になります。では早速回戦をしていきましょう。これがね結構面白いんですよね。でまず陣形も選べるんですね。ただこの陣形自体は基本的に選んだ後自分でさらにいじれるので、いじっていきましょう。で陛下はねちょっと露見版をやった感じだと変えられなそうでした。例えば信長だったら、今信長の織田信長って書いてある左側に鉄砲のマークが出てると思うんですけど鉄砲で、例えば勝家の場合馬のマークが出てると思うんですが騎馬隊、これがねちょっと変えられなそうな感じでした。で今回は信長鉄砲隊で、勝家が騎馬隊以外、まあ基本的にはみんなですね足軽刀、足軽侍か、槍足軽かっていう感じですね。信広は刀持ってますと。一正も刀ですね。林道勝に関しては槍になってますね。秀吉も槍になってます。で、鉄砲隊に関しては鉄砲の一斉聖者。で、騎馬隊に関しては騎馬突撃と。で、槍に関しては槍ぶすま。で、刀に関しては抜刀切り込みっていう形で、それぞれですね、まあ、必殺技というか、まあ、そういうものが発動できるので、その発動のタイミングも実は勝敗にかなり影響してきます。では、これで布陣しましょう。まあ、基本的には縦一列陣に、勝家を遊撃として少し上に配置したという陣形になります。で、まあ、アプリらしくですね、この辺りは舞台を選んで、それを画面上で動かして最終的に向きを決めるっていうね、シンプルな動きになってます。で敵の陣形も出ましたね。ちょっと今回は止めて、見ながらやっていきましょう。で今ですね各部隊を見ていくと、例えば今勝家を大きくしましたけど青いゲージがぐーっと伸びてると思うんですが、これ兵数ではなくて士気になります。士気、兵の士気で、この兵の士気が下がってくると部隊が脆くなって兵がどんどん飛んでいきます。まあ削られていく感じですね。なのでこの士気をうまく、高い状態を保つのが合戦に勝つためのポイントになるかなと思います。で当然包囲されたりするとですねみるみる減っていきますので、包囲されないようにね気をつけながらプレイしていく必要があります。敵の騎馬突撃に備えて足軽の位置を少し変えましょう。で本陣の間近くにいるとですね、士気が回復しやすいんですが、それ以外はね、おっといきなり騎馬突撃が来ましたね。これがね結構ねポーンと飛ばされるんですよね。今飛ばされていきましたけども、なので、これをね少し注意しながらって形になると思います。じゃあここも騎馬突撃を発動して一気に敵を削り取っていきましょう。で信長に関してもね三段打ちで眼前にいる敵を打ち払っていきましょう。結構削られてきているんで、注意が必要な状況にはなってますが、まずは敵の一部隊を撃破しましたね。なのですぐさま敵を囲い込むような形に持っていきましょう。で切り込みを使うと士気が回復します。基本的に特技を使うとね一時的に士気が回復しますんで、士気をね、使うタイミングも結構重要になってきます。さあここは一気に決めにかかりましょう。義成の軍にも切り込みを使ってちょっと士気を回復させていきましょう。
道勝もね、槍ぶすま使って、士気を回復させていきましょうね。秀吉もですね。ガシガシ進めていきましょう、軍を。義辰の方はここで鼓舞を使ってきましたね。こちらも鼓舞を使って士気を一気に高めていきましょう。さあ、大体あらかた決着がついてきたかな。もう一押しですかね。森吉成の軍がちょっと劣勢になっているので、少し軍を動かしましょう。有利にはね、進んでるとは思うんですけどね。信長も少し前に進めていきましょう。で、成政の軍を動かして一気にね、決めていきたいところですが、これ以上こちらもね、損害あまり出したくないので、全体も見回していくと、これで義辰の軍本陣を壊滅させたので、なんとか勝利できたかなという感じで、敵全軍撤退ですね。本陣が突破されてしまうと、その時点で合戦自体は負けになってしまうので、奇襲攻撃で本陣を叩くっていうのも一つの作戦になるかなと思います。まあ、ただ本陣を叩いて敵を撤退させた場合ですね、敵の兵力は温存されたままになるので、まあ、できれば正攻法でね、敵を削り取っていくっていう方がいいかなとは思います。ではまた包囲戦に戻りましょう。で、ここで清須同盟のイベントが進んでいきます。で、これで加納城を落としましたというところになります。で、加納城を落としたんですが、加納城はね、そんなに大きい城ではないので、清須に戻って、減った兵をちょっと補充しに行きましょう。で、武田の使者ですね、秋山信友が来ましたが、資金を援助してもらえませんが、まあ、こういうたかり行為ですよね。もうね、お金に余裕がないんで断りましょう。当然ですけどね。で、表情を開いて、こちらはこちらで商業投資をしっかり入れていきましょうね。道勝入れていきましょう。武将をね、結構しっかり雇っていきたいんですけど、武将を雇うとその武将を雇うお金が必要になってくるんで、なかなかね、浪人をいっぱい召し抱えるっていうわけにもいかないんですよね。で、長政がやってきましたので、これで長政との同盟を結ぶことになります。で、お市様を嫁がせるというところになりますね。はい、というところで、ちょっとね、まあ、どんな問題というところで、第1回目ということで今回お届けしてみました。いかがでしょうか。
次回はですね、ちょっとこの続きで、美の攻略戦続きをやっていきたいと思います。ポケット戦国ぜひぜひ、次回以降も楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況とあと収録状況、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。